達に誘われたことがきっかけです。広沢 SSS です。まだ始めたばっかだったので、みんなで楽しくやってました。しじみ塚千代子です。結構走りました。毎週決められている日があるんですけど、その日走ってました。推薦が来たことです。パスサッカーなので最初慣れるのに時間がかかったんですけど、いいサッカーしてるなと思って入りました。メリハリがまだついてないところがあるので、メリハリをつけてしっかり練習に取り組みたいと思ってます。1回戦をまだ突破したことがないので、1回戦突破して2回戦3回戦に行けたらいいなと思ってます。